でした。気持ちよく桐山さんと春友さんと決まって良かったですね、うん、桐山強かったですね、うん、2段掛けの上行っちゃったんで、はい、あ、まあ、本当に北がだいぶやる気だった分、いやもうしょうがないですよね、うん、自力が3に並んでるからもうああいう風にはなるなと思ったんですけど、うん、もう最低中段を取ろうっていう話をしてますけど、うん、まあ、場所によっては粘ったりっていう考えてて、まあ、確かに桐山さん何でもできるからで、そうですね、はい、まあ、でもさすがに2段掛け、まあ、全員で飲み込んじゃう、そうですね、桐山強かったですね、スピードもらったんで、うん、あの根本君が2コーナーからだったんで、うん、合っちゃうかなと思ったんですけど、その上行ったんですごかったですね、海老根さんとしても最後直線も、そうですね、自分もきつくて必死だったんですけど、うん、まあ、ラインで決まったんでよかったですね。ちょっとこのところ桐山さんがその1年ぐらい特別でなかなか勝ち上がれなくて、うん、苦しんでるかなと思ったんですけど、今日いや気合入ってたんで、うん、はい、まあ、やってくれると思ってたんですけど、はい、いや気持ちいいライン3人の、そうですね、立ち上がりですが、よかったです、はい、またちょっとつなげていって、はい、ありがとうございます。